Hey guys, my name is Alina. Welcome to or back to my channel. 今回の動画は皆さんが大好きなルーティン動画です。毎回同じような内容を載せると、もう本当に皆様に申し訳ないなと思ってて、以前にやったことない生理中のナイトルーティンを皆様にご紹介したいと思います。生理になるといつも以上にまあ疲れるでしょう。顔と体もむくむでしょう。で、ちょうど私撮影なんです、明日。本当にタイミングが良くないよね。それでも自分なりのケアを頑張っているので、今日の動画ではそちらをご紹介したいと思います。ちょうど30分前ぐらいに家に帰ってきました。その前までジムに行ってて、あとカフェで作業もしていました。本当に今退屈なのでお風呂に入りたいと思います。あ、でもその前に、スーパーに行って夜ご飯に使う材料を買っていきたいと思います。撮影の前とかはいつも以上にケアを頑張っています。まあ、本当は毎日ケアしないといけないけど、私めんどくさがり屋だからなんか大事なものがあるって分かってから頑張る派なんです。私だけどうだろう。で、お風呂に入る前にドライブラッシングというものをやります。ずっとやり続けると1日だけでもやり忘れたくないって思っちゃう。こういうたわしみたいなものを使うんですけど、もちろんたわしほどそんな硬くないけど、まあ、お風呂に入る前にこうやって肌をブラッシングしていきます。だからそのままドライブラッシング、これをすることでリンパの流れを良くして、あとむくみとかも取れちゃうんですね。今お風呂から上がりは お風呂から上がってこれからスキンケアをやっていきたいと思います。私の毎日スキンケアの動画で紹介してたのと別なものを今は使ってるんですけど、すごい花粉がひどくて上がりはまあそれのせいで肌も結構荒れてるんですね、いつも以上に。プラスで生理というのもあるからすごい荒れてるの。なので今はいつも以上にケアを頑張っています。はじめに私が使ってるクレンザーはこちらです。じゃん。エイプリルスキンはこの後にも紹介するんですけど、はじめはギフティングでいろんなものをいただいたんですけど、すっごいなんか好きになっちゃって、それでちょっと皆様にも本当に紹介したいなと思ってタイアップすることになりました。個人的にはすごい韓国のスキンケアが大好きなので皆様にもおすすめします。で、こちらはリアルカロテンクレンジングフォームと言います。人参の主成分となっているカロテインを配合されたクレンジングフォームとなります。これで顔洗った後にすっごい肌がねツルッとするんですけど、低刺激でも汚れをしっかり落としてくれるので私は好きです。なかなか優しくてエフェクティブ効果的言葉が出てこなかった。その2つの要素があるスキンケアって探せないと思うの。 Oh no! てか私髪の毛乾かさないとほら変な跡がつくので、先に髪の毛をちゃちゃっと乾かしてから残りのスキンケアをお見せするね。髪の毛乾かし終わったので本題に戻りましょう。クレンザーやった後にトナー
こういうコットンパッド、英語ではコットンパッドって言うんですけど、日本語コットンだけかな、わかんない。最近日本語喋ってないからもうめっちゃ下手になってきたけど頑張ってます。次にこちらを使います。これは同じカロテンコレクションのブレミッシュセラムと言います。この人参のスキンケア本当に好きで、香りがなんか人参って感じはしない、そんな、てか人参の香りってなんだろうそもそも。わかんないけど、これすごいまろやかな香りがするので、これセラムなのに全くベタつきがなくて、どちらかというとテクスチャーはみずみずしい。これ見て、ドロンとした感じ。こうやって3プッシュぐらいやって、で手のひらで温める感じかな。これでトントントンってのせちゃいます。見てこのグロウ。何ヶ月か前にやってたスキンケア本当にシンプルで、まあその時は良かったんですけど、正直に言うと飽きましたね。なんかやることなさすぎてつまんないって思って、最近、セラム使い始めて、普通のセラム1個だけじゃなくて2つを使って、アメリカで結構人気なレイヤリングというテクニックをやっています。重ねるっていうことなので、先ほど載せたこちらの、カロテンの方のセラムの上にこれを載せます。さっきと同じように3プッシュやって、このセラムはどっちかというと黄色いティントがあります。名前はビタミン ACE のブライトニングセラムです。やってのせます。ビタミン C とナイアシンアミドをミックスして使うのは、ニキビ跡が気になってトーンアップをしたいよという方にはおすすめします。めっちゃスキンケアについて詳しいよ、私のアドバイス絶対聞きなって言ってるわけじゃないんですけど、私がよく見てるアメリカの YouTuber さんがこのコンビをすごい勧めていて、まあ顔を明るくしたい時にはビタミン C のものを使うってよく聞くと思うけど、でもこちらのナイアシンアミドは色素沈着を悪化させないものなんですですね。なのでまあ今 あのニキビ潰した後に赤くなってるここら辺をちゃんとケアしてくれるので、皆さんご存知だと思うんですけど、今アメリカにいます。で、すごい今日晴れているので肌の状態見せたいなと思ってて、こういう感じです。アメリカで使い始めてから1週間ぐらい経ちました。だから日本とアメリカ合わせたら合計で3週間ぐらい。これを使うと確かに治るのがすごい早いなって気づいたので、皆様も試してみてください。今までタイアップしたブランドたちの中でマジでこれおすすめです。使いすぎて量が減ってきちゃってる。Oh no。もしエイプリルスキンのアイテムたちが気になる場合は下のリンクをクリックしてね。その後気になるニキビ部分にスポットトリートメントをのせて、でクリームで全てセットしちゃいます。お腹空いたので夜ご飯を作っていきましょう。 Let's go to the kitchen。 完成しました。味見どうですか、お母様。味見はちょっと薄いかな。ねえ、なんだよもう。でも美味しい。あと少しで12時になります。
さっきまでずっと部屋で編集していました。でもうあと30分で12時で、明日朝早いんだよね。まあ生理じゃない時にも必ず寝る前にお茶を飲んでいます。1時間ぐらいでもう爆睡してる状態で痛いので、カフェインフリーのお茶を飲みます。名前はこれです。ヨギのブランドのお茶、もう愛してるこれはベッドタイムっていうやつで、カモミールとかラベンダーが入ってた気がします。すごい落ち着くのでおすすめ。 OK、 どのマグにしようかな。どれにしよう。ゆうちゃんにもらったこれにしようかな。かわいいでしょ。これタンプレートしてくれたのいつも使ってるよ。ありがとうゆうちゃんもう本当にあと少しでもう編集というか私のトゥードゥーリストに書いてあることを終わらすので、はいそれをもう少しやりながらこのティー、さっき入れたやつねを飲んでブリジットを見たいと思います。今ついてないけど、今見てるネットフリックスの番組で新しいシーズンが出たので、はい We are gonna have to play itHee hee.